今週、三菱 UFJ 銀行など10の銀行で、他の銀行宛ての送金など500万件を超える取引に影響を与えたシステム障害について、金融庁はシステムを運営する全国銀行資金決済ネットワークに対し、報告徴求命令を出しました。全銀ネットは来月末までに障害が発生した原因や再発防止策などについて分析し報告することにしています。